考えた中で前から追うことを出すこと前線に飛び出す動きっていうのも監督から言われてましたし、最後に決めてこいって言われてたので、はい、結果として残せてよかったです。そうですね、そこの部分もやっぱり、ね、名古屋としては足りてなかった部分だと思うので、まあ、自分としても自信につながるところだと思うので、ぜひもっと頑張りたいと思います。そうですね、決勝のピンチに立つことができなかったので、まあ、タイトル奪還に向けて、まあ、リーグ戦も続きますし、J リーグチャンピオンクラス、ルーバーカップ、天皇杯全部取れるようにチームとして頑張っていきたいと思います。そうですね、なかなか自分としても結果が残せなかったので、少しファミリーの皆さんにはお待たせしましたという感じではありますけど、ここから個人としてもチームとしても、もっともっと勝ち続けて、タイトル獲得に少しでも貢献できればなと思います。